はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、ダイヤのエースアクト2コラボガチャですね、後半戦を引いていきたいと思います。まあ内容はね、前半戦と一緒なので、まあ、ここも70連まで引いて PSR を確保していきたいと思います。やっぱり新青銅高校強いよね。めちゃくちゃ経験点が出る、まあキャッチャーですけれども、投手とかはねやっぱちょっと難しい感じはするんですけれども、まあ、キャッチャーにめちゃくちゃ向いてる高校だと思うんで、まあ、しかもねキャッチャーってなかなかこう更新するのが難しいポジションだと思うんですよ。やっぱりそのキャッチャー専用のね金徳とかをつけようとすると、まあ、やっぱり新青銅高校で更新をしていくのがいいと思いますので、またレベリングのためにね70連引いていきます。では単ガチャは PR が出ますのでこちらも引いていきます。うん、なんもないな。タンガチャの奇跡どこであったっけ。なんかどっかでタンガチャの奇跡が起こった気がするけどもう忘れた。あ、ユイ少年、奥村が欲しいんだよね俺的には。奥村のレベルを上げたい。では10連目いきます。ここは普通の SR 以上になってます。だからまあバナー確定じゃないところでバナーが来てくれると嬉しいよね。一応 30%、 3キャラが来る可能性は 30% と。おお来た、優勝ね。また君か。ただし、あ、奥村の PR てか他のさキャラクターどういう状況だったっけ。なんか教えた。とりあえず SR で3キャラは揃ったんだよね。で前回の PSR はみゆきだったんで、まあどうだろうな。では20連目、ここはバナー SR ですね。あとキャッチャー選択権が一応2枚もらえるんで、まあこれもどう使っていくか。ゴールデンボールから1枚、うん、みゆきか。まあ割とばらけてる感はあるね。でもばらけたらばらけたであんまりレベルはね上がらないからね。偏ってくれた方がレベルとしては上がりやすい。で30連目、ここが、バナーキャラのみ出現で PR、 ここが結構あれだったんでね、ひどかったんだよね。いや来ないか。だからここで SR とか来てくれるといいんだけど、ないね。でユイ少年で奥村の PR、 あ PR が割と来てる。あいいねいいねいいね、あいいねいいね、いいじゃんいいじゃん、 PR が結構来てんじゃん。というわけで、まあ悪くはない。で40連目と50連目はバナー SR です。まあ、相変わらずやっぱり確定以外の SR ってなかなか出ないよね。なかなか出ない、それほどまでの確率だからな。よし奥村、奥村結構 PR とか出てくれてるからプラゴにはしたいよね。ちょっとプラゴでなんだっけ、もうボーナスのテーブルがわからん。あ、練習効果アップ20か。え、てか練習効果アップ20がいきなりつくの。いやそれはぜひ45にしたいよ。なんか多分前半のガチャでもそんなこと言ったような気がするけど覚えてない。で50連いきます。あ、虹からのキラーンが来たーって。1枚だけだったらマジでいい。お、1枚だけだってことはこれ PSR だよ。お、みゆき、まあ、PSR 奥村でもよかったけど、まあまあまあ、 あの解放ができるんで、まあみゆきでもいいかなと。多分一番使いづらいのってみゆきだと思うんだよね、この3キャラの中だと。青銅高校だったら全然みゆきは入れていいと思う。あのなんだっけ、経験点2倍になるんで、あのいつでも発動できるっていうのはねやっぱり強いと思う。まあ、ただバナー PSR がここで2枚手に入ったっていうのはかなりねでかいと思うんで、ポン。やっぱり新青銅高校で行くんだったらやっぱりみゆき入れて降格法で新降格法を取りに行くっていうのが鉄板だとは思うんで、で経験点いいのが来た時には
みゆきのね、あの聖堂魂発動させてっていう感じ。あおいちゃん久々に見たな。でおまけ、あれここの SR って何だったんだっけ、そもそも。あ、普通の SR 以上確定か。それでみゆきが手に入ったのはまあ美味しいですね。じゃあ70連いきます。ここはバナー PSR になってますんで、まあ誰が出るか。あ、ここまで来たらまあ正直みゆきくんでもいい気はする。プラス3までにはしたいからね、 PSR 使うんだったら。で2枚入ってる。うん、みゆきか。 OKOK、 みゆきじゃあプラゴ1枚作ってプラス3にはしよう。ゲヘーこれはこれはマジかみゆき祭りだな。え、45でなんだっけ、45で、あ、骨いべ120、50にあと、そうか、精神ボーナスが6つくのか。そもそも40でタックが上がって、いや、これ、50にしたいな。という感じだけど、ちょっと50はでも厳しいかな。あとどれだけいるか、ちょっと確認してみましょう。じゃあ、ちょっとね、みゆきを全部引っ張り出してきました。これやばくない？ 1、2、3、4。PSR4 枚もゲットしてしまった。みゆきだけで。で、これでまずとりあえずプラ3は確定なんで、あと SRO だから、え、どうする？ちなみにさ、みゆきってさ、通常バージョンからもいけんだよね。ちょっと通常バージョン見てないけど、見てないけど、とりあえずこれプラ3にしちゃうのはしちゃおっか。あれ、これボックスか。ちょっと強化画面に行きます。で今使ってるのがこれだから、これにまずこの3つを普通に食わせよう。だってさらに別バージョンが出るとは思えないからね不動の4番って書いてあるけどさ、4番じゃなかったんだけど、4番ゾノが座ってたんだけど、これでとりあえずプラ3で、あとはちょっと待ってね、 R 全部重ねるか。1、2、3、4、5、6あるでしょ。 R のプラゴは2つ作り出せる。1、2、3、4、5。はいでしょ。で、で R1 枚で、これはちょっと PR に2つ突っ込んじゃおうか。で R のプラゴを2枚まず突っ込んで、これでいくつになるか。2か。まあしょうがない、別に。これちょっと1、2、3、4、5。あ、まあまあまあ、じゃあこれちょっと 1個突っ込んじゃおう。てか通常のみゆきがどうなってるかよくわかんないけど、まあしょうがない、これはしょうがない。で1、2、3でしょ。これでまず PR のプラゴが完成。許可大成功とかどうでもいいからね。で SR が3枚なんで、いや、プラゴにしたいよな。ちょっとプラゴに持ってこう。プラゴに持ってってプラ3でプラ2 何言ってっか分かんないかもしんないけど、そんな感じ。これ2つ、1、2でしょ。でプラゴ、はい、どうですか。あのチケットまだ使ってないんで、ちなみに3か、3かでどうする。ちょっと通常のみゆきを確認しよう。なんかさ、俺通常のみゆき持ってねえんだけど1枚もなかった。 PRR すらなかったんだけど、持ってなかったんだっけ。なんかミキサーかけたんだっけ、それともきらめきに変えちゃったんだっけ。なんかよくわかんねえやよくわかんないけど、なかったんで、あとチケット、そうそうそう、チケットも確認しよう。じゃあまずチケットがあるのが、 PR チケットダイヤのエースが2枚、SR チケット聖堂高校でしょ。これ最近多分手に入れたやつだよね。で SR チケットダイヤのエース聖堂高校 PR 選択権が2枚あるくらいかな。カムバックチケットとか、まあ、全然違うからね。お正月選択権とか未だに残ってるし、ここら辺大して使ってないから。タッチも残ってるんだよな。まあ、使えるものとしてはまあここら辺、あ、新聖堂高校のキャッチャーか、まあ、これは最悪ぶっ込むとして、新聖堂高校 PR 選択権、ほって何なんで PR 選択権1枚だけあんの。
まあいいや、ちょっと考えよう。まずは普通のガチャチケット系みたいなやつを引いていく。だからそうすると、PR、ダイヤのエース、これ2個引こう。はい。これ何が出んの、そもそも。もうわかんねえ。いや、もう何でもいいです。これは、お兄さんとか出てきたんだけど。で、あとは SR チケット正動方向、これ引こう。これって旧正動キャラが出てくるんだよね、多分。でも正動チケットってことはさ、先輩方も出てくる可能性があるんだよね。そう考えると確率はかなり低いと思う。みゆきが出る確率は丹波で、じゃあ次、丹波とかはもう確実にいらないでしょう。聖堂高校 PR 選択権、ちょっとダイヤのエースっていうのかな、 SR チケットダイヤのエース、これしよう。でこのダイヤのエースだから他の高校が出てくる可能性もあるんで、みゆきを引ける確率はかなり低いと思った方がいい。これさ、俺普通のハルッチとかも持ってないんだ。じゃあみゆきなんて持ってるわけないよね。いやでも聖堂高校キャラが2枚出てきた。倉持は持ってた、さっきいたから。で稲術とかはいいや。で薬師 PR 選択権、これだな。これちょっともうみゆきにしちゃおう。いる、あれこれみゆきだよね、普通にみゆきカズヤ、これにしよう。まあ、沢村とかね取っとくのもありだけど、ちょっとねやっぱり PR PSR をプラゴにするっていうのは夢なんで。沢村はねそれなりに育ってたから、通常バージョンが最悪そっちをぶっ込めばいい。みゆきの母体が少なすぎる。でちょっと2枚回収しよう。で保守選択権とかはとりあえず取っておくか、今のところは。これでどこまでいけるか。よし、じゃあちょっとまた戻りましょう。じゃあどうする、これ PR が今これだけあるんだよね、 30%。 ただね、あとプラニをしないといけなくて、プラニをするために PR の大丈夫博士号ってどれだけいるの、19個、 SR は6個か。それはまあもったいないといえばもったいないけどな。 R の大丈夫博士号でもそこそこあったから、それ少し投入してもよかったかもしんないね。さっきの R1 枚あったから。いや悩みどころだな。ちょっとこの2つをとりあえずぶっ込んでみて、ダメだったら、PR 選択権1枚使って、でさらに大事爆発を2つ突っ込んで、よしそれにしよう。ちょっととりあえずこれでいけるかどうか。はい、通常バージョン無駄になったじゃあしょうがない。ここの新聖堂高校 PR 選択権、これいつ手に入れた、なんかイベントで手に入れたのかな。で不動の4番みゆきかずや、これを獲得しよう。もう獲得してしまおう。だ選択権はなるべく取っておきたいんだよね。じゃあそこから1,2,3とりあえず3にして、大丈夫2つ突っ込んで、で5になるかどうか。4,5、はい。でそうするとさ、5の5をやんなきゃいけないんだよね。5の5っていうか、ここでまず2解放してくんないと、そもそも PSR に突っ込めないから。はい、5。いやーこれここででもさ5出ちゃったらさ、もうここで5が出るのは厳しいよね。まあいいや、とりあえず突っ込みましょう。SR 一応剣でね母体はあるから、これ、はい、いきます。5、頼むー、5きたー、よし、5の5を通した、5の5を通したんで、とりあえず PSR みゆきかずや完成しました。
まあ、あとのね、2人に関してはちょっと裏方で、まあ、45くらいにはできると思うんで、チケット2枚余ってるんで、いやこれでかいな。 PSR やっぱりプラス2解放するとめちゃくちゃでかいよね。3から5っていうのがマジででかいと思う。というわけで、まあみゆきかずやくんレベル50にして使っていこうと思います。というわけで、まあ結構、まあ実りのあるガチャといえば実りのあるガチャでしたね。 PSR がなんかめちゃくちゃ出たんで、しかも偏って出たんでね、それは良かったと思います。まあそんなわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。